足の速さは才能じゃない。走りの学校、和田健一です。戸川天寿です。はい、和田さん。はい。今日は走る準備をするためのアップをちょっと教えていただきたいんですけども。承知いたしました。ウォーミングアップした後に実際のスプリント練習に移るじゃないですか。スプリントメニューの一つ手前で効果をより最大化するための練習方法を今日は陸上選手の戸川君と一緒にお伝えしていきたいと思います。なるほど。これってやっぱ陸上部は絶対やってるんですか？結構海外だと多く行われてるんですが、はい、日本だと行われてない、クラブだったり部活さんも結構多いようです。アメリカとかヨーロッパって結構練習メニューを体系化しようとするんですね。そういったところで、体系化することで広く知れ渡っているですね、スプリントの前のウォーミングアップメニューになります。じゃあこれを戸川君に実践してもらうと。はい、もう球技系選手そして陸上選手もですね、ぜひこのメニューをスプリント練習の前にやっていただけるとより効率のいい練習ができると思います。それではじゃあよろしくお願いします。はい、まずですねシザースホップというメニューをやっていただきます。僕たちがですねいつも地面に足をつくこの接地の瞬間に膝が曲がらないようにってことをお伝えしているんですね。この膝が曲がらないまっすぐな状態、若干曲がった状態なんですが、この膝をぐにょんって動かさない状態でしっかり地面を捉えていくための練習方法です。走りの学校の YouTube やオンラインスクール生にもですね膝が曲がってしまう人が見受けられますので、ぜひこの種目を習得してみてください。じゃあこれは膝を曲げないための練習。膝を曲げずに地面を捉えるための練習。捉えるための練習。じゃあ早速戸川君に、はい、やっていただきましょう。はい、お願いします。しっかりと足がまっすぐな状態で膝を捉えていたと思います。でこの時に自然にちょっと曲がる分にはそれは大丈夫なので気にしないでください。この状態で膝をまっすぐ捉えたらこの足がすぐに前に来てましたよね。これが足が流れることの予防にもつながります。今度は大きく跳ねて一歩でより遠くに前に進んでみましょう。戸川君お願いします。しっかり地面を捉える音が鳴っていたのを聞いていただけたと思います。戸川君今度は早くそれを行ってみましょう。わかりました。今の速いシザーソップから途中からスプリントにサイクリング動作に軌道を変えてみましょう、はい、この反発をもらってからサイクリングするとしっかり一歩で捉える感覚っていうのがすごく分かりやすいと思います。やっぱり多くの方が足をこう動かしてはいるんですけどしっかり地面をまだ捉えられてないんですね。この捉えてる時の戸川君の接地の音、そしてそれがその反発をもらってしっかりサイクリングができていくということが自然に繋がっていくと思うのでご覧ください。トン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 、ここからスプリント。 OK、 皆さん見ていただけましたでしょうか。しっかりと地面を捉えてこの捉えたまま今度はサイクリング運動にして足の軌道をですね最短にすることでスピードが上がっていったと思います。戸川君、はい、シザーソップは走るの中でどんなところの感覚に近いですか？僕は足を引き上げて、はい、下ろすとき、はい、この感覚に非常に似ている感じがします。なるほど。うまく反発がもらって乗ってれば進むのが分かるんですよ、はい、なるほど。走っている時のこの足を振り下ろすときの地面の捉え方に似ていると、はい、まさにそのためのメニューですね。皆さんも特にオンラインスクールではですねかなりレベルが上がってきている方も多いので一つ一つの動きの質を高めるっていうところではこの種目がすごい大事になってくるかなと感じています。今の足を前からシザーソップで捉える意識を持ったまま、はい、じゃあ今度は実際に走ってみましょう、はい、前そして上から地面を強く捉えて足を振り下ろしてたの
ご覧になっていただけたと思います。この振り下ろした時の接地の感覚だったり強さっていうものがシザースホップで体験していただけると思います。シザースホップはシンプルな動きを繰り返すだけなので、その一歩の長さが長くなったり速さが速くなると、それはすなわち皆さんの一歩の捉え方、一歩の捉える力が上がったということに他なりません。走るっていうのはいろんなテクニックが集合している動きなので、こうして一つ一つの動きやドリルをですね、ウォーミングアップの終盤、そしてスプリントの前に行っていただきますと、スプリントの質がさらに上がっていきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、とかくいかがでしたか。いや、反発もらうっていう練習には、うん、なんかすごいいい練習になるんじゃないかなと思います。ぜひですね、球技系種目、の方はもちろんなんですけど、陸上部の方でもしこれをやったことがないよって方はぜひ行ってみてください。シンプルにシザーズホップがやっぱり遠くに飛べて速い選手っていうのは走ってもすごく速いです。皆さんにとってすごくいい練習になるかなと思います。戸川君、はい、これからもですね、戸川君今陸上の現役選手としてオリンピックを目指しているわけなんですが、オリンピックを目指しながら走るのが速くなりたい方々に少しでも何かを届けられるように頑張っていきましょう、はい、頑張っていきましょう。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バモス